マツケンチューブ。こんにちは、松田優健です。以前にですね、将軍のフィギュアを作ってくれました。その方がですね、ついにマツケンサンバのですねフィギュアを完成させてくれました。バンダイスピリッツの岡本さんです。どうぞ。失礼します。すごい、お待たせいたしました。今回、はい、マツケンサンバ2のフィギュア化というところでも商品が出来上がってまいりましたので、本日お持ちいたしました。前にもより一層ね、顔もそっくりですね。ありがとうございます。完成度高いです。ありがとうございます。今回ここに将軍様のフィギュア化もあったというところで、それを超えていかねばならぬというところも、はい、もっと落ち着きます。超えていかねばというところも課題としまして、はい、頑張れたんじゃないかなというふうに思っております。着物は難しいんですよね。本当に難しいですね、はい、どうしても重力というものがお着物にはかかってしまいますので、こう手を上げた時には本当は垂れ下がらなきゃいけないんですね、うん、そうなった時の自然なお着物の振り袖っていうのは四角くないといけないんですけど、どうしてもアクションフィギュアだと三角形に可動も含めてなっていっちゃうんですね。ですので今回の商品につきましては、はい、肩から、引っこ抜く形にはなるんですけれども、差し替えて一番綺麗な決めポーズが取れるというような仕様になっております。いろいろパーツがあるんですね。はい、角度を変えていただくと分かるんですが、お裾の下半身のお裾の方も、はい、ミュージックビデオの中のステップをイメージしたような動きを取れるような、お裾になってまして、一番の立ち姿が綺麗なまっすぐな、はい、お裾というのも別でついてますので、いろんなパーツがついてすごいな。はい、ですので、さまざまなミュージックビデオのシーンに対応した、はい、ポージングが可能というところの商品になっております。マツケンチューブ。指先の造形まで気を抜かずに作ってまして、はい、こういった形で手首も交換式、将軍様と一緒なんですけれども、交換式になっているんですけれども、レコードのジャケットにございましたように指を指してたりですとか、さまざまなポーズが並んでたと思うんですけれども、その時のポーズを再現できるための手首が付属しております。あと今回ミュージックビデオの中にはないんですが、ハートが作れる、ポージングのための手首というのもついてますので、とてもキュートなポージングが可能になっております。それの写真があるんですね。ございます。今回商品撮影カットを準備しておりますので、ご覧いただければと思います。先ほど申し上げたのはこちら、はい、これがまっすぐ綺麗な、ね、スタイルで、はい、ハートのポージングですよ。これ表面がキラキラしていて、はい、細かく見るときっとスパンコールとかで作られてるんじゃないかなと思っていたんですが、したんですけれども、それをフィギュアで再現するのがちょっととても難しくてですね、プラスチックというよりは樹脂に近いような素材です、立体にするので、どうしても造形が細かいところまで出ないことが多いんですね。いやでもこれすごい、はい、今回これ見本ではあるんですけれども、分かりやすい造形の細かさをとても緻密にしているのと、その上に光沢感のあるゴールドで、カラーリングしているというところに加えてですね、今回、ラメを全身に吹くことにより、あのきらびやかな印象というのを再現に挑戦していますというところが見どころになっております。本当再現してますね。本当に光ってるわ、はい、これ顔の表情もね、はい、笑ってるのと、ほらお顔につきましても、歌唱している最中のお顔と、ハッピーに笑顔の状態と、あと通常の顔の3パターンが再現できるようになってますので、決め顔もね、はいはい、まあ、当然マイクパーツというのも付属いたしますので、マツケンサンバ2の MV イメージしたポージングが可能というセットになっております。だから自分でもいろいろなね、いわゆるスタイルっていうか形にして楽しんでもらえて、もしかしたらこれでコマ撮りしてね、なんか作品が作れるかもわかりませんよ。そうですね、アクションフィギュアの醍醐味ですね、いろんなところが稼働するので、いや表情がやっぱすごいな。ありがとうございます。本当にもうなんか寝すぎてなんかね。マツケンチューブで、はい、これだけパーツがついて、はい、今お値段、9000円で考えておりまして、
9000円、はい、バンダイナムコグループの公式通販サイトであります、うん、プレミアムバンダイというところの EC サイト、そちらで、好評予約受付中というところでございまして、税込みになりますと9900円で、お届けといたしましては、24年今年の12月にお客様のお手元に届くという、年内には、はい、あ、そうですか、年末はマツケンサンバ2をお手元で再現できるというような状態になっております。いいですね、はい、またですね、うん、発売記念イベントというのをですね、東京歌舞伎町タワーの中にございます、ナムコ東京というところで、発売記念イベントをやらせていただきたいなと思っておりますので、はい、詳細はあの公式のホームページでご確認いただければとは思うんですけれども、うん、あの発売タイミング、受注開始タイミングにイベントもありますというところで、マツケンサンバ2がめちゃくちゃ盛り上がること、盛り上がっていくことを、楽しみに皆さんしていただければなと思っております。で、このフィギュア以外にもなんかいろいろ楽しみがあるんですね。楽しみが待っております。あ、ぜひ、来ていただきたいと思います。めっちゃ怒られた話できたらいいですけどできないですよねどうしようかな。 あと、さっきのお着物の色味のところで、うん、ラメを使っているというところなんですけれども、はい、あのご覧いただくと分かるんですけど、写真だと全然映んなくて、ラメって光のこの何ですかね、当て方、はい、当て方なので、こうパーツを手に取っていただいて、うん、あの肉眼で見ていただくと、うん、キラキラがむちゃくちゃ分かるんですけれども、ね、あの角度を変えていただいたり、はい、ですので、そこがせっかくやっているのになかなか伝わらないというのがむちゃくちゃ苦労しているポイントかなと思っていますが、物に関しましては、あのこう動かして肉眼に対して動かすと、あ、キラッてするみたいなところが演出としてとても素敵かなと思っておりますので、うん、ね、はい、あ、これ手に取ってよく分かりますよ。ありがとうございます。で、あの発売記念イベントの方でこちらも展示させていただきますので、あ、そうですか、はい、そちらでそのラメのキラキラ具合というのもチェックいただけるんじゃないかなと思っております。あの最初ここ白で、あのカラーリングしてたんですけれども、ご関心いただく中で、しけというパーツも僕初めて言葉をしたぐらいだったんですけれども、こちらにもあのラメがあった方がいいよというのをコメントいただきまして、実際あるからね、はい、ここも一番キラキラしているのが角度で分かりやすいところかなとは、はい、思っておりますので、はい、こちらもあの実物をイベントで見に来てくださる際には、うん、注目いただけるポイントなんじゃないかなと思っております。本当に細かい細工で、ね、苦労がありましたね。ご本人に見ていただけたんで、とても今幸せでございます。本当にびっくりするのに似てるんで、ぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録ボタンをクリック。次回もご視聴よろしくお願いします。